ナナです。今回はですね、イッチーのノーズマイビジネスをやっていきたいと思います。はい、今回の曲はイッチーの新曲なんですけど、すごいね、爽やかな感じで夏にぴったりな感じの曲なので、ぜひ皆さんもこの動画で覚えて一緒に踊ってみてもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速始めていきたいと思います。こっちが右です。こっちが左です。鏡になるようにして覚えてください。まず今回はですね、サビの最初のワン、えっていうところから入っていきます。最初まず足を閉じた状態からワン、えで開きます。で、その時に手がえっていう感じでこうグーで持ってくるんですけど、まず左手は横に倒して持ってきます。で、その上に右手をこう置く感じで持ってきて、で、右手は軽く手首を曲げます。はい、こんな感じですね。一緒に行くとワン、えっていう感じになります。そしたら次ツー、えスリっていう感じになるんですけど、腰は右に2回1、2、1、2動かします。で、その時に頭も一緒に右に倒す感じで1、2、1、2って感じで持ってきます。一回行くとワン、えツー、え、す、りっていう感じになります。はい、そしたら次ほ、えっていう感じになるんですけど、まず足を閉じて、で、閉じた状態で腰をほ、えっていう感じで動かします。で、その時に手がこうグーで持ってきて、これちょっと広くなりすぎずに胸の前くらいで持ってきて、このグーのままほ、えっていう感じで右に傾けて戻します。ほ、えん。そしたら次パイブって感じになるんですけど、手はパーに変えて右に倒す、戻すって感じですね。で、その時に腰は一緒で右に出して戻すって感じで持ってきます。で、その時に顔が軽くこう右を向いて戻すって感じで、ここは顔もつけます。ここからいくとほえんパイブって感じになります。はい、そしたら次シックスで右左足を開きます。で、その時に手がシックスって感じで、またさっきと同じでグーでこの持ってきて右左って感じで倒します。シックスですね。はい、そしたら次セーブンっていう感じで、今度は右手だけ前に出してパーの状態で右に1、2動かします。で、A 分って感じですね。はい、そしたら A で一個左になって、で、顔もちょっとこう倒しながら手がこうクロスさせる感じですね。で、ワッテン作って A って感じになります。 A。 そしたら円で右足寄せてきて、1で手をこういう感じで肘を曲げて、手のひらが上になるようにグッ持ってきます。わって感じですね。ここもう一回いくと A、N、わって感じになります。そしたら次ツー、エンって感じになるんですけど、やることは左、右っていう感じで足を開きます。で、右足は置いた時にちょっと軽く膝を曲げる感じで持ってきます。で、その時に手が右手、左手っていう感じでこう内側を順番に変えていきます。一緒にいくとワン来たらツーエンって感じですね。そしたら次この書いた手をこういう感じでちょっと斜めに傾ける感じで、さっきと同じですね、肘を曲げた状態で持ってきます。スリーですね。そしたらこのスリーの時にスーリーっていう感じで、右手をこう自分の方に寄せてスーリーって感じで2回持ってきます。スーリー。はい、そしたら次フォーエンで上に1個上げて、ほーえんって感じで下ろします。上に上げて下ろすって感じですね。ほーえん。そしたら次、ファーイブって感じで、手は、この手のパーの状態で、ちょっとひっくり返した状態で、頭の後ろら辺をポンポン2回叩きます。で、その時に、右に体重を乗せて、ファーイブですね。はい。そしたら次、
右足を前に出して戻す。次に左足を前に出して戻すって感じで、足は右戻す、左戻すって感じですね。で、その時に手が斜めに、左手がまず上ですね。なるようにパーで出して、戻した時に、この胸のちょっと上らへんかな、を持つ感じですね。出して、戻すって感じですね。そしたら今度反対。出す。っていう感じになります。で、次は今度は右手がこう上になるように置いて、出したら、肩に戻して、で、こっちは最後戻す時に、バシンっていう感じで手を叩きます。これカウントが、5来たら、6、7っていう感じになります。ここだけ最後早いです。7、8って感じですね。そしたら、次右足を右側にかざして、ちょっとこう右足曲げる感じで持ってきて、で、手がその時に、こういう感じで、指一本出して、手首を折り曲げて、こう立てた状態で指先をこう合わせる感じで持ってきます。えい。そしたら円で体重をこう真ん中に戻すときに、一個こう指を横に向けるように持ってきて、えい、えいって感じですね。そしたら最後ワンで体重を右に乗せて、今度は左足をこう曲げる感じで持ってきます。で、その時に最後手が円切ったらワンっていう感じで、右手はこう前にこう裏返して指さす感じで持ってきます。で、左手は右手の腕をこう添える感じで持ってきます。ワンって感じですね。ここもう一回いくと、エイ、エン、ワンっていう感じになります。はい、そしたら前半部分ゆっくり通してやっていきたいと思います。最初のワン、エンっていうところからいきます。せ、の、ワン、エン、エンスリホエンファイブシックスセーブエイエンワンツーエンスリホエンファイブシックスセーブエイエンワン。はい、そしたら次後半部分やっていきたいと思います。今エイエンワンっていうところで終わってると思います。そしたら次、2円っていう感じで、こう1来たら、軽くこう準備して、2円でこう足を閉じます。閉じたら、スリっていう感じになるんですけど、やることはまず腰は左、右っていう感じで、軽くこう足も左、右つきながら動かします。スリですね。はい。で、その時手が、まず左手を伸ばした状態で、右手で左の肘を払います。そしたら次、右手伸ばした状態で、左手で右手の肘を払います。一緒に行くと、スリっていう感じになります。そしたら次、フォーエンでもう一回軽く飛んで、ファ、イブっていう感じで、また同じことを繰り返します。はい。これもう一回最初からいくと、ワン、ツー、エン、スリ、ホ、エン、ファ、イン、っていう感じになります。来たら、次、シックスで、体を少し左斜め前に向けて、手を前に少し伸ばして、シックスって感じで自分の方に持ってきます。で、持ってきた時、こう腕組む感じで置きます。シックスですね。来たら、次、セブン、エイトっていう感じになるんですけど、ここは首と肩のアイソレーションなんですけど、斜め軽くね、こう下に向かいながら、首、肩、首、肩っていう感じで持ってきます。これはこう一個一個はっきり細かく動かすように持ってきます。首、肩、首、肩ですね。これが、セブン、A、円ですね。はい。来たら、ワンで、ワンっていう感じで、両手をこう、上に上げます。肘を曲げた状態で大丈夫です。ワン。はい。そしたら、次が、左足出して、
シックスセーブンって感じで、まず足が左置いたら、ぐるっとこう右側に持ってきて、右足を上げます。はい。で、その時に胸を動かすんですけど、まず左足出す時はこう準備しといて、シックスセで、こう2段階で胸を1、2って感じでこう回しながら、右側に持ってきます。ツー円錐ですね。はい。そしたら円で右足を持ってくるときに円っていう感じで手首をこう曲げます。はい、ここをもう一回いくとワンツー円錐って感じになります。はい。そしたら次右足ついて今度は。ほーえんファーイブって感じで、右から今度左に向かって持ってきます。で、最後また左足を上げるって感じですね。で、その時手が、ほーえんっていう感じで、まず右手が上でクロスする。次に左手が上でクロスするって感じで入れ替えます。ほーえん。はい。そしたら最後、ファイブでまた手を上げて、イブ、左足上げる時に手首を折り曲げていきます。フォーエンファイブって感じですね。はい、来たら次左足ついて、つくと同時にシックスセブンって感じで、左右左右って感じで左に向かって持ってきます。で、その時にシックスセブンっていう感じで、こう手を右側にこう押して戻す、押して戻すって感じで動かします。シックスセブンですね。持ってきたら最後エイエンワンっていう感じで、また最初の前半部分に出てきた動きと同じなんですけど、エイで指先立てて合わせる、エイで横に持ってきて、最後ワンって感じで前を指して終わります。エイエンワンっていう感じになります。はい、そしたら後半部分ゆっくり通してやっていきたいと思います。このワン、ツー、エンのところからいきます。せーの、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、エン、ワン、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、エン、ワン。はい、そしたら最初から最後までゆっくり通してやっていきたいと思います。最初のワン、エンからいきます。せーの、ワン、エン、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、エン、ワ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 ン。はい、そしたら最初から最後まで早く通してやっていきたいと思います。最初のワン、エンからいきます。せーの、ワン、エン、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、エン、ワン、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、エン、ワン、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、エン、スリー、ホー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイ、エン、ワン。はい、お疲れ様でした。はい、今回は少しね、振り付けが細かいので難しい部分もありますが、踊っていて本当に楽しい曲なので、ぜひ皆様この動画で覚えてたくさん練習してみてください。はい、それでは今回は以上になります。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になったよ、よかったよ
という方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆様からのリクエスト曲も受け付けているので、ぜひコメント欄の方にコメントよろしくお願いします。この動画の概要欄に私のインスタグラム、TikTok の方も載せているので、そちらもぜひチェック、フォローの方よろしくお願いします。最後に私のプライベートレッスンも気になるよって方は、インスタの DM の方にご連絡お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。